北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。皆さん夏バテ大丈夫ですか？いよいよ8月も残すところあと1週間となってまいりました。学生の皆さん、夏休みの宿題とか大丈夫ですか？こんにちは、佐藤美久です。皆さん夏休みの終わりの宿題も大事ですが、はい、学校によっては2学期が始まってすぐテストが、あったりするので、その準備もあって大変だと思いますが頑張ってください。はい、私たちも9月に入ったらとても大きなイベントがあります。はい、はい、それの準備そろそろ始めないといけないんじゃないですか？そうですね、今しおりちゃんがね今言いました、はい、大きなイベントとはですね、以前からお伝えしております、ブルガリアで、9月14日15日に開催されるアニベンチャー2019のことです。はい、そうなんです。そのイベントに私たち2人も参加させていただくんですが、はい、みくちゃんもそうだと思うんですけども、うん、冗談抜きで、うん、何の準備もしていませんね。はい、どうします？大丈夫、まあ、そんなね、まあ、私たちのために、はい、今回またですねお忙しいところ番組公式サポーターのつぶたんさんにね、はい、来てもらっているので。なるほど、はい、ここでいろいろ聞いとかないと私何にも準備できないですよ。そうだね、はい、いやだからね、まあブルガリア行きね、はい、予備知識何もないまま行くことになっちゃうんで、そうそう、今日のうちに何かしら聞かないと、うん、そうだね。で、まあ、以前からお伝えしてると思うんですけど、はい、日本からの直行便がないわけですよ。おー、なのですごいあっちじゃないこっちじゃないとか、確かにトランジェット、まあ、乗り換えをね、はい、しなきゃいけないんですけれども、難しそうですね、こっちだとちょっと時間がとか、はい、すごい難しいんですよ。なるほど、やっぱ行ったこともないですから。いや未知の国ですからね。そう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 、周りに行ったことあるって人もあんまりいないですからね。いないいないいない、経験談とか何もない。そうだから、いやそれこそね本当につぶたんさんのにザ本場の方にね頼らないと、頼って、はい、頼らせていただいて、はい、ね、いろんなねブルガリアについてね行く前の準備ねしていこうかなと思います。はい、機内食楽しみです。そこなんだ。ちょっと私も楽しみです、はい、はい、ということでね、はい、オープニングトークに戻りまして、この北野しおりのリアルドライは、コスプレイヤーでタレントでもある北野しおりちゃんと、私女優の佐藤美久の2人がコスプレイヤーサブカルなどについてリアルにそしてドライにお話ししていく番組です。はい、それではまずは一つ目のコーナーはくるくるコンテンツのコーナー。イエーイ。はい、さて、はい、はいはい、ちょっと張り切っちゃった、はい、このコーナーくるくるコンテンツ略してくるコンは、はい、アニメや漫画やゲームの中でこれから流行が来そうなものもしくは現在急激に人気が出ているものを私北野しおりの独断と偏見を交えながらご紹介していきたいと思います。はいはい、今回ご紹介させていただくのは VTuber の姫ひなです。ほう、まず VTuber とはバーチャル YouTuber の略で、はい、うんうん、バーチャルではない YouTuber との大きな違いは、はい、自分自身の姿を映像に映すかどうかという点ですね。うんうんうん、はい、YouTuber は動画を作る際に自分自身の姿を映像に映しているのに対して、うん、バーチャル YouTuber は映像に映す姿が、うん、アニメのようなキャラクターになっております。はい、うんうん、そして私の一押しの VTuber が姫ひなですね。はいはい、田中姫と鈴木ひなという女性2人のユニットで、うんうん、音楽活動を中心にバラエティ動画などの幅の広いジャンルの動画を YouTube に投稿しています。うん、おー、はい、中でも列島上等という楽曲をカバーした動画は2018年11月にそれまでの VTuber 動画史上最高の再生回数を、記録したそうです。そうなんだ、はいはい、ということで、うん、みくちゃんこの姫ひな本当におすすめです。そんなに、はい、雑に勧めちゃったんですけど、すごいグイグイ来る感じ。みくちゃんもね、はいはい、絶対見てほしい。元気になります。元気になるだろう。一言で言うと元気になります。どんな感じなの？どんな感じ、うん、いや難しいこと何もなく見れる感じ。おバカなキャラが、はい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 、おバカなキャラの2人が、はい、おバカなことをしていくっていう、うん、まあ、単純明快というか、うん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 、なおかつ面白い、笑える、はいはい、うん、あれですね、仕事に疲れた人に見てほしい。何も考えず。いや、待て、それはなんか私が仕事で疲れてるってこと？いや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 、はい、そういうわけではないんですけども、はい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 、まあなんか疲れてるかもしれないなってみくちゃんのこと思ったわけですよ。ありがとう。みくちゃんもね、うん、疲れちゃった時は、はい、思い出してください。姫ひなを。うん、わかりました。というわけでですね、うんうん、私この姫ひなの好きなところは、はいはいはい、
ひなの方が天然ボケで、うん、姫はちょっとそれに突っ込むんですけど、なんか結局どっちもちょっとおバカさんだからなんだろう、収集つかないっていうか、どっちがボケかあんまよくわかんない、はあ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 、なんか頭空っぽにしてみるといいんじゃないかなって感じ。へそういうとこすごい面白くて好きなんですよ。あとビジュアルがすごい可愛くて好きなんですよ。あ女性が好きな感じ。あ、うん、可愛い。あ なんとなくわかるな、はい、うんうん、でなんか曲によってその服装が変わったりとか、うん、ほうほう、髪型が変わったりとかするんで。なるほどね、はい、この前7月にリリースされた新曲のひばりっていう曲は、うん、はいはいはい、なんか2人ともポニーテールしててすごい可愛い、でなんか、キャラクター自体が可愛い、そのキャラクター性自体が可愛いのもそうだし、うんうん、あのさっきも言ったんですけど、うん、見た目がすごい可愛いので、あのコスプレしてる連友さんも多いと思いますね。あ、なるほどね、はい、私もあのやろうかなって思ってるんですけど。やるとしたらどっちですか？いや私姫ですね。あ、姫ちゃん、はい、違いとしてはどういう違いがあるの？姫とひなちゃんのこのこ顔が違うとか、例えば。あ、顔も違うし、うん、ごめんなさい、私はあのひなは、うん、あのお腹出てるかな、衣装が、衣装が、うん、やめました。あ、お腹が、あ、なるほどね、はいはいはい、衣装がこうお腹出てる、露出が激しいので、はいはいはい、私は保守的になるほどね。あと髪の毛ピンクで可愛いから、へー、姫にしました。なるほどなるほど、はい、なるほどそういう理由でそのですね。あと本当曲、さっきも言ったんですけど、うん、曲によって、うんうん、衣装とか違うから、なんかコスプレする時はバリエーション豊かで、なんかボーカロイドとかに近い、あ、そんな感じですね。楽しいと思う。初音ミクちゃんとかね、あれ曲によって衣装変わりますからね。はい、なるほどね。だからあの流行ると思います。流行るのざっくり、いいね、初めて知りました。 VTuber というあのカテゴリーはしてるんですけど、はい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 、今流行りですね。キズナアイちゃんとかね、はい、コンテンツとして、うん、では分かるんですけど、知らなかったです。いや、ぜひ知ってください、うん、脳みそ空っぽにしてみましょう。はい、あの疲れた時見ます疲れなくても見てほしいけど、あ、そう、見る見る、分かった、はい、見ます見ます。はい、じゃあ以上、はい、くるくるコンテンツのコーナーでした。ロード2ブルガリアのコーナーよ、イエイイエイ、さて続いてのコーナーはロード2ブルガリア、はい、このコーナースタート当初はまだいけるかどうかもわからないまま進めてまいりましたが、はい、まあ、晴れて、来月の9月14日15日にですね、ブルガリアの首都ソフィアにあります、はい、インターエキスポセンターで開催される、はい、なんと、3万人以上の来場者を予定していますね。東ヨーロッパ最大のサブカル日本文化の紹介イベント、アニベンチャーコミックコン2019というイベントに、シュリちゃんは、はい、日本のコスプレイヤー代表として、はい、私は、昨年撮影した最新主演映画22世紀寓話の招待上映と、私佐藤美香はなんと当日会場でね、あの舞台挨拶もさせていただけるということをですね、はい、招待状をね、番組公式サポーターのつぶたんさんがねお持ちいただきました、はい、で、今回は大変お忙しいところ、またまたつぶたんさんにお越しいただきまして、ブルガリア行きに向けて、事前最終大質問会を、はい、開催していきたいと思います。イエーイ、よ、ありがとうございます。どうぞお久しぶりでございます。いろんな質問するファイナルチャンスかもしれないですからね。そうだね、本当に。そうですね、いっぱい聞いてください。もう ありがとうございます。じゃあね、ちょっといっぱいね聞いてください。はい、いっぱい聞いていこうと思う。はい、ではまず、はい、まあ、ブルガリアの、あの9月の中旬ってどんなこう気候とか、多分日本だと結構まだ残暑とかね、暑いですね。暑い時期が長引くんですけれども、はい、ブルガリアはどうですか、9月中旬は。そうですね、まだ夏で、一応、はい、気候はあの地中海性気候なので、はい、乾燥帯ですね。湿気とかはあんまりなくて、はい、あのみんな海に行くんですね、はい、暑いけどこうカラッとした暑さで、はい、過ごしやすそう、こう日本の、ね、夏は宇都宮さん分かると思うんですけど、はい、ジメジメしたすごい蒸し暑くて、もう夜寝れないんですよ、もう、ね、あの息がそうですね、クーラーつけてあれですか、あの気温どのぐらいになるんですか。気温は35度とか、暑くて40度にもなったりします。そうなんだ、はい、結構暑い。そうなんですね、まあ、はい、日本よりかちょっと涼しいかな。え、本当に日本40度行く、あ、行く
あんまり詳しくわかんないんですけど、うん、まあ日本よりもカラッとした暑さという。そうだね、あ、よかった。よかった。カラッとしてる方がいいんです。いや、そうそうそう、ね、湿気って本当に辛い。湿気水飲めば大丈夫って感じなんです。水は大丈夫。日本もそうなんですけど。シャワーとお風呂に入ればそうです。じゃあ、 ブルガリアではそのブルガリア語以外っていうのは、はい、通じないんですか？聞くところによると結構ほとんどの人が英語が話せないらしいんですけれども。ああ、そうですね、ブルガリア語はまあもちろん公用語なんですけど、はい、多くの若者たち最近の、はい、本当にもう英語はもう当たり前みたいな感じで、あとやっぱりそのドイツ語高校とかフランス語高校卒業した人たち、もしくは日本語高校もありますので、だから、ね、結構通じる人はロシア語、ドイツ語、あとね、フランス語、日本語も最近、中国語も韓国語も流行ったりしますので。すごい、はい、じゃあそのブルガリアのこの物価、物の価値っていうのは、はい、こう例えば缶ジュースが1本っていうのはどれぐらいになりますか？そうですね、だいたい30円のものとか50円のものもありますので、まあ、日本と比べるともう本当に2倍安いみたいな感じなものもあります。2分の1、まあ、日本のものが100円だとしたら2分の1、はい、安い、安い。そうですね、そうなんですね、買い物しやすいですね。そうですね、確かに。でまあ、日本の、まあ世界の中に、まあ、缶ジュースの、ね、話もあったんですけれども、はい、自販機大国と言われているんですけれども、まあ、やはりこうブルガリアはこう自販機が少ないんですかね？そうですね、日本と比べて本当に少ないですね。もう自動販売機って聞いたらもう本当にコーヒーとかカプチーノぐらいですね。あんまりタバコを、ね、売ってる自動販売機もなくて、なぜかというと多分あの年齢確認しなきゃいけないので。なるほどなるほど。だからあんまり自動販売機はブルガリアないですね。へ、そもそも管理してくれる人はいないかなって感じですね。なるほど、はい、じゃあ日本にいらっしゃるとびっくりしますか？やっぱりびっくりします。もう自動販売機も何でも売ってます。もうアイスクリーム、確かに、あと靴下とかも、確かに、確かにあるね。お菓子とかもある。お菓子とかも、はい、確かに。ブルガリアにはないんですね。あんまないですね。なるほど。あったとしてもコーヒーとか。そうですね、コーヒーとかなんかそんなぐらいですね。自動販売機一番流行ってるのはコーヒーですね。じゃあ、まあね、自動販売機にこう当てしないように。そうですね。あるっしょって思わないように、ちゃんと水分補給ちゃんと。そうだね。ではですね、はい、実は私韓国に行った時に驚いたのが、韓国のこう公衆トイレ事情だったんですけれど、ブルガリアのこう公衆トイレ事情というのはどういうものになってますか？そうですね、ブルガリアの公衆トイレはまあやっぱりこう掃除してくれる人がやっぱりいますので、うんうんうん、お金取られたりしますね。例えば30円とか。それ紙を使うことによってですか？それとも入るのに、入って綺麗な一応綺麗なトイレに入るのにお金がかかる。お金がかかる。その掃除、そうですね、掃除してくれた人のために。へ、あとそのやっぱりね、トイレットペーパーとかいろんななんか、はいはい、掃除素材とか、はい、管理費とか。だからそういった面でやっぱり無料なトイレって言えばもう本当にレストランぐらいですね。あ、レストラン使用する人はトイレ使える。そうですね、マクドナルドとかと、はい、トイレ使いさせてくださいとか。公衆トイレとかね、やっぱりお金かかるんですよ、ブルガリアの場合。日本と比べるとだから不便ですね。1回いくらになるんですか？もう本当にもうそのね、用事関係なくもう本当にもう30円とか1レブ、ブルガリアの通貨で言うと50ストティンキとか1レブもかかると。私も入ったトイレで最大2レブ払ったことありますね。だから100円とか200円とか最大。そうジュース1本分くらいですよね。そうです、そうです、もう缶詰より高いって感じ。そういう現実もあります。なるほど、現実もあります。なるほど、そうなんですね。じゃあ、まあ、今回ね、行くにあたって、はい、まあ、ホテルに泊まらせていただくんですけれども、はい、ブルガリアのこうチップ事情っていうのは、はい、こう飲食店とかこうどこで
いるのかな、あるんですかね。そうですね、やっぱりチップはもう本当に人次第なんですけど、基本的にチップは本当に 3% 5% もしくはその、 お金持ちの人も 10% 1割も上げたりしますので、もう本当にその人の心譲り次第ですね。もうそのタクシードライバーがなんかね、かわいそうでなんかチップあげましょうとか、もうお釣りいらないですよって言って、もうレストランのバーテンダーとか、そのサービスの方とかにも、だからチップあげる人は結構多いと思います。あ、そうなんですね。チップあげない方が珍しいですか。そうですね、まあ、お金がない人はもう本当にしょうがないので、もうチップね、断るしかないんですけど、お金がない人で、お金があればもう本当にその、ね、タクシードライバーとか、そのウェイターの人も嬉しくなって、お互いの気持ちよくなる。なんか日本にはチップの文化あんまりないじゃないですか。ないですね、忘れちゃいそう。逆に失礼ですよね。そうだね、逆に失礼で、ね、チップ で追いかける人がいます。そっか、気をつけなきゃいけない。気をつけないとお互い、はい、まあ、大体 3% ぐらい、ちょっとね、ですね、気をつけたいんですね。そうですね、ここはね。そうですね、 3% 5%、はい、いや今回は私たち初めてね、ブルガリアに、ね、行かせていただくんですけれども、はい、まあ実はお土産を頼まれておりまして、はい、空港以外にこうお土産屋さんっていうのはありますか。あ、たくさんあります。あ、そうなんですね。もう本当にブルガリアの首都のもう中心にあるセルディカ、はい、セルディカ、うん、セルディカっていうのも昔 の、 遺跡、ローマ遺跡、はいはい、発見されたところありますね、はい、また本当にたまたま地下鉄、はい、作ろうと思ったら本当にその遺跡が見つかったみたいな感じで。あ、そうですね、なるほど。そう、セルディカのところに本当にお土産さんだらけで、やっぱり一番人気なのは本当にその、はい、いわゆる、まあ、ブルガリア の、 バラの花びらジャム、すごい、それが本当に美味しくて、もう砂糖ね、お茶の砂糖帰りとして使えるし、ブルガリアヨーグルトの中に入れても食べてもいいし、美味しそう。あとフレンチトーストにバッター塗って一緒に食べてもいいし、はい、あとブルガリアのワイン持って帰る人が多いですけど、やっぱりボトルとか割れやすいんですけど、まあ、うまくポチポチで包めばなんとか無事に日本に帰れる人。だからあとそういうマグネットとかキーホルダーとか、あと伝統的の民族衣装とか、もう本当にいろんなお土産ありますけど、一番人気はやっぱりこういう食べ物とか飲み物。ワインとかバラのジャムとか。そうです。ワインはね、以前ね、はい、ブルガリア大使館の方でね、いただいてね。あ、そうですね。美味しかったですよね。ちょっと酸味があって飲みやすいワイン。そうですね、やっぱりね、ブルガリア、日本でも売ってるんですけど、はい、そのブルガリアのワインローズもありまして。ワインローズ？そうですよ。すごい。だからバラの、本当にもうね、バラのワインもあるんですよ。バラのワインもあるんです。実は日本にも。すごい。あ、日本にもあるんですね。あります。へー。だから本当にもうその人次第ですね。酸味が好きな人とか辛口とか甘口の人もいますので、やっぱりブルガリアの一番伝統的な飲み物はラキアっていうお酒。ラキアがもう蒸留酒でブレンデみたいで、40% の、オンダロックスで飲む人もいますし、すあと分けて少しずつ食事かサラダと一緒に食べて飲みながら。一番美味しい、はい、イベント前後にちょっと観光したいんですけど。そうそうですね、はいはい、なんかソフィア の、 そのイベント会場近くの一番の名所とかってありますか。はい、そうですね、例えばボヤナ教会、はい、リアナボヤナ教会も、そうですね、そこも結構大人気で、へ、あとソフィアの、まあ、少し南なんですけど、やっぱりリラの修道院のあるんですけど、そんなに近くはないんですけど、まあ、リラの修道院も行かないと、もう本当に損しますみたいな感じで、もう京都みたいな感じで、へー、そうなんだ。そうです、そのリラの修道院が史跡ですね、はい、なるほど。絶対行きましょう。絶対行きましょう。行きたいです、はい、誓います。では自分 の、 ご褒美としてちょっとね、服を買おうかなというふうに思ってるんですけど、はい、ブルガリア人の方っていうのは基本どこでお洋服買われるんですか。そうですね、やっぱりみんな最近オンラインショッピングを流行ってますよね。オンラインショッピング、そもしくはそのショッピングモール行くとやっぱり本当に、はい、かなり高くて、値段的に言うと、もう本当にショッピングモール行くともう本当にお金持ちの人しか行けない、はい、あとなんか特別 な、 なんかイベントで割引、はいはい、例えば5割とか7割8割
ね、バーゲンみたいな、バーゲンがあればショッピングモール行く人は多いんですけど、なんかブラックフライデー、はい、ブラックフライデーとかなんかいろんなありますけど、はい、やっぱりオンラインショッピング本当に最近増えていて、もう本当にアマゾンとかイーベイとかもいろんなウェブサイト、ブルガリのウェブサイトあります。そうなんですね。でやっぱりこう買ってもし気に入らなかったら、うん、あのか返品も無料でできますし、あと郵送料、そう、ね、あの郵便、あ、それだけ払えば送料、そうです。へ、つべたんさんはあのブルガリアでのタクシー移動についてどう思ってますか？はい、そうですね、どうですか？タクシー移動も本当にそのね、正直言うともう本当にタクシーの株式会社次第ですね。あ、そうなんですか？どのタクシーの株式会社を使えば、はい、あのね、あの楽に住むのか。でも基本的にタクシーは日本と比べるとかなり安いですね、ブルガリアの場合は。じゃ あの一応日本代表でこう行く際にこう気をつけなければならないっていうことは何かありますか？そうですね、やっぱりもう本当に自分の商品の身につけて、 あとあれですよ、あの、まあ、楽しく、はい、こう楽しくなんかこうマナーとかってありますか？うん、マナー、そうですね、やっぱりブルガリアでね、あの例えばラーメン食う時とか、はい、スパゲッティとか食う時、はい、あんまりこうスースーするのは失礼なんですよ。音を鳴らしちゃいけない。そうです、ね、気をつけよう。だからそれ気をつけてください。はい、わかりました。そういうマナーとかも、はいはい、ヨーロッパで、わかりました、気をつけます。はい、でつべたんさんの予想でこう私たち2人があのこうブルガリアで歓迎されると思いますか？もう本当に大歓迎。今からも、あ、よかった、よかった、安心しました。本日もメッセージいただきました。みんな期待して待って、お待ちしております。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではあの、まあ、ブルガリア行きまで、はい、まあ、あと3週間、まあ、私たち2人が、まあ、一番あの準備しなければならないことっていうのは、つべたさん的に何かありますか？そうですね、まあ、本当にあの、ね、YouTube なりとか、 なんかブルガリア語を覚えたり、もしくはブルガリアの文ブルガリア人の文化とかブルガリア人の考え方、 はい、あと日本語で書かれたそのブルガリアの本、はい、読んだり、はい、あとそのブルガリア人が日本語で書いて、あ、日本語で書かれた本もたくさんありますので、はい、そういった面の、あの、踏んでた時も、はい、ブルガリア文化にね、触れるということで、文化とか、そうですね、豆知識とかだった、はいはい、した、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ではですね、今回お忙しいところ、番組の公式サポーター、つべたん連合さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。 ありがとうございました。それこそ、ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか？先ほどお伝えしました通り、まだまだロード2ブルガリアには課題がいっぱいの予感がありますけれども、はい、しおりちゃんいかがですか？いや、ブルガリア語覚えました？あのね、どうですか？あのそこほら、いつも言ってるさ、はい、モーリアピザポテクレパだってあるじゃん、はい、応援してください、はい、あと、なんだっけな、ブラゴダリアとか、あ、ダーネーね、あ、ダーネーだ、すごい、そうだね、ダーネーだ、みくちゃんはちゃんと覚えてる、すごいダーネーだよね、ダーネー、そう、ダーネー、ブラゴダリアとか、多分これブラゴダリアがありがとうだったかな。いや、結構みくちゃん、あの、ブラゴダリア覚えてびっくりしました。私あんまり覚えてないんですよ。あ、そう、いや、うん、なんかスマホ見ればいいかなって、そういうなんかこう、現代っ子あるある、現代っ子、めっちゃ現代っ子ね、考えてました。スマホ一枚あればっていう、なんかみくちゃんが真剣に覚えてるの見て、私も覚えようと思いました。覚えてください。挨拶ぐらいはね、挨拶ぐらい、スマホがあればいけるとか、そう、ドバルデンとか、まだ意味がね、一致しないけど、ドバルデンとか、ドビジュダネとかあったはずだから。でも単語知ってるだけです、偉いよ。偉いよ、偉いよ、褒められたわ、偉いよ、みくちゃん。よかった、見習います。お小遣いとか持ってきます、ありがとうとか、はい、こんにちはぐらいはね、はい、そうですね。ぜひ覚えてください、まあ、ぜひ覚えようと思います。前回ほら、はい、クイズしたじゃないですか、はい、あれをぜひ参考にしていただいて、あ、ね、もうの抜けちゃいましたね、綺麗に。ぜひ、その時生きるのに必死なんで。、うん、未来のことはこれから頑張ります。うそうだね、私もね、まだまだですか、ここで学んだことを生かして、生かしましたよって、うん、みんなで胸張って言えるように。そうだね、お小遣い持ってきます。あ、それですよ、それですよ。遠足のお小遣い行くまでみたいな。大事よ、ね、持ってきます、うん、でもお土産買いたいし。でもさっきなんか缶ジュースなんかめちゃくちゃ安いみたいな感じだったじゃないですか。だからなんかちょっと持ってったら結構楽しい、ね、楽しい、バラのジャムとかね、買い物終わるんじゃないですか、うん、
買ってきたいです。買ってきたい、買ってきたい。食べ物とか、なんかなんだろう、ブルガリアしかない、なんか例えばこう民族系のものとかはちょっと買いたいですね。はいはい、なんか私これ韓国とかしか海外行ったことないんですけど、サイパンとか、お土産買うのって何気にスーパーマーケットみたいなところでお菓子買うのが一番安いし一番楽しいんですよね。気軽に買えて、日本でいうスーパーマーースーパーでお菓子買う感覚、そうそうそう、ダイソーとかコンビニとか、本当にその国しかないものをやっぱ置いてあるんで、そうだから何気に私はこうお土産屋さんよりも現地のスーパーマーケット行くのが一番楽しいんで、分かる分かる、コンビニエンスストアみたいなあるか知らないけど、うん、行ってみたい。あ、そうだね、コンビニ事情聞けばよかったね。あるのかね、わかんない、聞けばよかったではですね、はい、皆さんね、ではではまたね次回ね皆さんとねお目にかかりたいと思います、はい、ね、かかりたいと思います。ではね、頑張ってねブルガリアでね、はい、行って頑張って頑張りましょう、宣伝していきましょう、頑張りましょうはい、ではそれでは、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。皆さん今回もありがとうございました。